下川町は北海道上川地方の手塩国上川郡にある町である。北海道内では道北に位置づけられる。かつては農林業及び工業で繁栄し、人口はピーク時の1960年には15,555人に達した。鉱山の閉鎖など産業構造の変化とともに過疎化が進んで人口が減少し、 現在の人口はピーク時の4分の1を下回っている。2000年代に入って持続可能な地域社会の実現を掲げてバイオマスを含む森林資源の活用とそれによるエネルギー自給率の向上、収集によるコンパクトタウン化などに取り組んだ。2017年には国際連合が提唱した持続可能な開発目標に基づく ジャパン SDGs アワード第1回で総理大臣賞を受賞した。スキージャンプが有名で、郊外にはミディアムヒル、スモールヒル、ミニヒルと4つのジャンプ台がある。出身者や北海道下川商業高等学校の卒業生からは、スキージャンプやノルディック複合競技において、ワールドカップ大会やオリンピックの日本代表選手が選抜されている。 近年は移住促進も盛んで、下川町内の移住者企業も増えている。主な移住サポートは、楽しむというサイトから発信されている。移住を伴う企業サポートとして、企業型地域おこし協力隊、下川でアーズも設立された。当地で名寄川に、パンケヌカナン、ペンケヌカナンの日本の支流が流れ込んでおり、このうち全社を、下の川と予訳し、 下川としたとされている。なお、ぬかなんの意味は現在ではわからなくなっている。おいでよ森林と人が輝く町下川北海道北部を流れる手塩川の支流なよろ川の上流部、なよろ盆地の東園にある。北見山地の斜面が大部分を占める。真夏には、摂氏30度、真冬には低く、摂氏30度に達し、寒暖の差が大きく、四季の変化に富む。 下川のアメダスは1977年10月に統計を開始した。最高気温の極地は、摂氏37.3度で、猛暑日はこれまでに4回観測されている。最低気温の極地は低、摂氏36.1度。平年値で、冬日の年間日数は183.4日、真冬日87.3日。 夏日42.6日、真夏日4.6日、猛暑日0日、熱帯夜0日。熱帯夜は最低気温摂氏25.0度を2回観測した。降水量は7月から10月にかけて多く、10月から1月にかけて雪、または雨の降る日が多い。平年値で年間降雪量925センチメートル。 年間の最新積雪は1 2 4トル最新積雪の極地は1 7 5トル日照時間は11月から1月にかけて少なくなっている。最大風速の極地は秒速1 6 0ル最大瞬間風速の極地は秒速2 5 9ル町名はアイヌ語のタン家ヌカナンに由来する。町内に存在する。 最も古い遺跡は最終表記の周期頃のものと推定されている。特別豪雪地帯、滑走地域、新興山村、山間農業地域に指定されている。2008年には環境モデル都市に、2011年には環境未来都市に選定された。下川村下川町農業を落農が盛んである。稲作の北原地帯に近く、かつての水田は、 原産製作により大部分が添削された。主な農産物は地元で加工されるジュース用や高糖度栽培のトマト、キヌサやエンド等の野菜、小麦、そばもち米などである。林業町の面積の約9割を森林が占め、その8割以上を国有林が占める。木材の搬送は開拓当初は流層に頼ったが、鉄道の開通で、 輸送効率が改善され、関東大震災の復興材需要の急増で反映した。その後、1954年の東山ル台風では、約280万国の風倒木被害が発生し、その処理による特殊があったが、森林資源の減少、輸入材の台頭などで徐々に衰退している。一方、町では1953年より、 本格的な超有林経営を開始し、2003年には4300ヘクタールを超える超有林を有し、のりまさはやし思想に基づき年間50ヘクタール程度ずつを伐採、採食する循環型林業経営に取り組んでいる。また、町内の民有林や国有林を含めて森林認証を取得し、森林の適正管理を推進している。工業金。 銀を算出したサンル鉱山と銅、アエンを算出した下川鉱山は、いずれも現在は、旧山市、事実上廃坑となっている。これらの他にマンガン、砂地ン・アタン等の交渉が確認されている。工業商業下川町スキー場に隣接する、ジャンプ台幾多の名選手を排出した2015年国勢調査によれば、以下の集落は、調査時点で、 人口零人の消滅集落となっている。小学校から高校まで一貫して、スキージャンプを教えることができる環境が整っており、有名スキージャンパーも排出している。口述のように、現在は町内に、鉄道は通っていない。札幌駅から、函館本線で、旭川方面行きの列車に乗り、旭川駅から、宗谷本線で、なよろ、稚内方面に消え乗り継ぎ。 なよろ駅下車。駅前からバス乗り場で下川、おこっぺ方面行きの路線バスに乗車。町内を通っていた JR 北海道なよろ本線は1989年5月1日に廃止となった。現在の最寄りの駅は宗谷本線なよろ駅である。ありがとうございます。